そこなことすばしっこいやつらだ。クリリンさん、降りて戦いましょう。ダメだ、戦ってなんとかなる相手じゃない。とにかく飛ばせるだけ飛ばせ。くそ、このままじゃやられる。なんとかしなきゃ。そうだ、これもくらえ。うまくいったぞ。ほら、今のうちに隠れるんだ。俺はあいつらどこに行きやがった。ドドリア一人のようだな。久しぶりだったな、ドドリアさんよ。単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。サイヤ人ごときがずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。ああおとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、急に音だけが途絶えたからもしやと思ったら、やはり貴様らスカウターをなくしたようだな。こいつが欲しかろう。渡す気になっただ。今頃恐れをなしやがっただ。なんてことをするベジータ、なんで壊しやがった。俺にはもう必要なくなったからさ。分かっているぞ。貴様はこの俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。俺を見くびるなよ。うわあ、なんだこれは。ぶっ飛ばしてやるぜ。見くびっているのは貴様の方だ。そんな技が俺に通ずるわけないだろう。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。惑星ベジータの秘密を教えてやる。惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。フリーザ様自らがサイヤ人もろとも消し去ったのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするなドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らない。無理に使われていた自分に向かったらが立つだけだ。クションフリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。ドドリアを仕留めた。それにしてもドドリアのやつ、妙なことを言っていやがった。分かったぞ。俺が追ってきたガキどもは地球人だな。遠ざかっていく2つの大きなパワーを感じる。まさか地球人じゃないだろうか。気になるな。一応調べてみるか。ともかく俺の邪魔をするやつはたとえ雑魚であろうと消さねばならん。